はい、どうも、ちゃこ先生です。本日から書き方教室の動画というわけで、まあ前回の動画でこの松目黒板を買ったっていうお話をしまして、シーズニングっていう工程を行う動画でして、今日は、このチャンネルの名前ちゃこ先生の教室っていう字を書いていきつつ、字の書き方もお教えしながら、まあ、雑談交えて、お話ししていけたらいいかなと思います。まあなんか適当に聞いてください。まずはちゃこ先生の字です。はい、大体ですね、左上のところからスタートします。右上がりになる気持ちで、こんな感じですね。2画目は、大体点線らへんから、ぐーっと斜めに持っていきます。でこのまま一旦止めて「つ」を書いていきます。で最後払う。こんな風に書いてる人をね、たまに見かけます。ここ横や縦がまっすぐになってしまっているので、あまり美しくありません。ちょっと上向きに反らす。で縦を書く時もほんのちょっと反らすといいです。でしっかり止めて上にね、巣を書くイメージですね。なのでここにはこう空きスペースが生まれます。こういう感じで書くと街、まあ、は美しくなるかなと思います。次、ちゃこ先生の矢です。まあ今一文字一文字解説してるので大きい字で書いてみたいと思います。よくねこういう風に書いちゃう人がいるんですよね。どう見てもかですよね。かっていう字は加えるっていう字からできたんですね。なので書き順が1、2で3っていう風になるんですね。この矢という字はこっちから来て次縦に行くのでこうなるんですよ。次点が来るんですね。で、斜め線っていう感じなので、ちょっと書き順意識して書いてみたいと思います。大体でいいんですけど、まあ、点線ぐらいからスタートして細長い「つ」を書くイメージでいきます。少し上に返すといいです。この払った先はどこに行くかというと、この点に戻っていきたいので、こういうイメージで、で点は跳ねてください。跳ねた先は第3画目に伸びていきます。で斜めに書いていきます。ちょっとここ長かったですけど、まあ大体こんな感じです。この縦線のところにこの斜めがね戻ってくるのがポイントですね。これを守らないと、せっかく1、2画目が上手になっても縦がまっすぐになっちゃうんで、こういう字になってしまいます。私この授業をやるために、まあ、今日使う字をめちゃくちゃ練習したんですけど、この矢が一番苦手だったので、あんまりこれも上手じゃないですけど、まあ苦手な人はねちょっとこれ参考にしてみてください。じゃあ次、ちゃこ先生の子いきますね。書きながら喋りますけど、ちょっと思ってることがあって、今こうやってひらがなのなんかこう授業っぽくやってますけど、今年の小学校1年生ってこういうひらがな指導はちゃんとやってもらってるのかなってすごい個人的には疑問に思ってて、1年生の1学期にひらがなって学習するんですよ。まあなんか多分オンラインとかお家で学習されてるんだろうなとは思うんですけど、なんかねこういう風にこうちゃんとしたオンライン学習とかが学校の方で整備されてたり、プリントとかがね配られてたらいいなとは思うんですけど、とか考えながら今教えてますが、はい、ポイントを解説していきます。子という字はですね、自己アピールの子っていう字からできてるので、この跳ねてるとこありますよね。まあだいたいこの辺ですよ。ここから下に行くところのつなぎが残ってる名残なんですね。だから跳ねた後に2画目に行くイメージで行くと、自然とここが曲がると思います。この曲がりがあると結構かっこよくなりますね。曲がりがないとこうなっちゃったりすると思います。まっすぐになっちゃうとかっこ悪いので、上も少し反らせて、なんでかな、こんなイメージ。こうなったらちょっとやりすぎなんですけど、まあイメージとしてはこういう感じ。はい、では続いて先生の線という字に、参ります。この辺からスタートします。払います。3画目、さっきの1画目よりも上からスタートしてください。これぐらいかな、半分より上で収めましょう。で3画目なんですけども、3画目を長くしすぎるとこうなります。下手ではないですが、ここを長くしすぎると、この下のね足という部分の収まりが大変悪くなって、ちょっと不格好なので、そこまで長くしない。この足の部分をはっきりしっかり書くとかっこよくできます。でどっちかっていうと、こっちをオーバーに書いた方がかっこよくなります。
これと同じぐらいの幅からスタートして、気持ち曲がってここ曲げます。で、下まっすぐ行って止めて真上に跳ねます。まあ大体こんな感じです。はい、テイク3でございます。先生は線もむずいけど、線もマジでむずい。これぐらいかな。はい、どうでしょう。一番マシにかけたと思いますので、この字で解説していきます。と、三本線ある時ってまっすぐじゃないんですよね。上は上に反らして、下は下に反らせるとかっこよく見えます。で、しっかり止めてください。ピタッと全て止める止める止めるっていう風になるとかっこいいです。で、まあ長さは下が一番長くて、次に長いのは上、真ん中は少し短めで響くとかっこいいかなと思います。はい、それでは続いてひらがなののに行きます。まあ大体点線ぐらいからかな。下に行って一旦止めます。で、この辺でもう一回止まります。で、あとは丸く行きますよ。丸く行って、ここからさらにこの辺めがけてシュッと行きます。ちょっと下手くそですけどこことここで、2回ね筆を止めます。1止まる、2止まる、このまま円を描く感じで、ポイントはですね、空きの大きさです。どっちが大きく見えますか。まあ、どう見ても右ですよね。で、これがどこに入るかっていうと、ここに入ります。右の方の空き大きいのが分かると思います。ちょっとこの字はあまり美しくないんですけども、気持ちね、こっちの方を大きくなるように書くと、かっこよくなるかなと思います。はい、それでは次、教室の教ですね。はい、こんな感じです。割とよく書けたのではないでしょうか。ここもっと長くてもいいんですけど、ちょっともうちょっと長く書いてみていいですか。これかなり上長いですよね。これぐらいの幅にやってもね、別におかしくないんですよ。ほら、さっきよりかっこよくないですか。これぐらいやるとかっこいいです。ほんで、この辺もね、斜めにするとかっこいいです。で、ここですね、右払い、右払いは一旦溜めてください。1で止めてシュッと払うとかっこよく決まります。はい、それでは最後、教室の室いきます。この辺からかな。はい、ちょっと土長すぎてキモいですけども、まあ、ちょっとご容赦ください。この字のポイントはですね、隙間です。間隔を揃えてください。例えばここ、ここ、ここ、あとは意外とね、この辺もです。ここと、あとここ 1,2、まあ、この辺も入れてもいいかもしれないんですけど、 1,2,3,4,5、 6個ぐらいこのちっこい丸が均等に入るとバラバラしないで美しいです。詰めすぎちゃったりするとこうなります。ここが狭いの分かります。逆になんかここ広い、どこかが大きすぎたり狭すぎたりすると不格好に見えるので、揃えてやるとかっこいいかなと思いますが、この土はちょっとやりすぎですね。多分これぐらいがちょうどいい大きさかなと思います。こんな感じで好きな人たちの名前をバンバン上げてやっていって喋っていきますんで、なんかこの字でやってほしいとか、この人の名前を使ってやってほしいっていうのがありましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。で、多分この動画が上がっている頃に Twitter の方でオンライン書き方教室の応募フォームというものを公開していると思いますので、なんか個人的に Zoom を使って、こういう個人レッスンを、まあ喋りながらですよ、雑談しながらお教えする機会が取れたらいいなと思っておりますので、興味のある方はそちらの方もご覧になってみてください。はい、それでは本日の授業はここでおしまいにします。ありがとうございました。